テコの働きには規則性があって、重りがテコを傾ける働きの大きさは、重りの重さかける支点からの距離で表すことができます。では実験例を示します。重り2個が支点から、3つ目の位置に下げてあります。重りの重さを2、支点からの距離を3とすると、2、3が6です。ではこちら側は支点からの距離を6とすると、重りは1個と済みます。6かける1、6で釣り合っています。こちらは重りが2個、こちら側は支点からの距離が等しくなっているので、同じ重さの重り2個と釣り合うことになります。どちらも 2×3 が6、こちらも 2×3 が6。こちらは支点からの距離が2個目の場合は、重りの数が3個と釣り合います。2、3が6、こちら側は2、3が6ですね。だんだん重りを近づけていきます。この場合は支点からの距離が1の場合は、重りの数は6個必要です。1×6 です。こちら側は 2×3、 6ですね。もし重りの重さかける支点からの距離が等しくなるように、このように なっていますね。